細川忠興の妻、玉は、本日をもって、ガラシャの名を授かります。私の母は、と言います。ご立派な方だったと記憶しています。私がこの目で見た記憶の限りでは。私も武家の娘です。ご帰還ですか？おめでとうございます。これが血の末路。虚しい争いなど、耐えてしまえばいいのに。はい。覚悟を。できることといえば、信仰を磨くことのみ。おやめになった方がよろしいかと。あの方の布教を買いますよ。細川忠興の妻、玉は、本日をもって、ガラシャの名を授かります。信仰者である前に、武家の妻、ですが、この心だけは。この体は、主がお恵みくださったもの。自ら傷つけることは、断じて許されません。この厳しくも優しい教えこそが、私の支えです。主よ、私の心を勇気づけてください。何をもって勝利としますか？何を守って。花も花なれ、人も人なれ。私の戦いは、あなたたちとは違う次元にあります。はい。覚悟を。この私にもまだ、成長するものがあったのですね。怖いもの知らずですね。けれども。その真心に謝意を示します。信仰者である前に、武家の妻。ですが、この心だけは。